コシだって言うのよ。それってどう思う？トウモロコシ、どう考えても小麦だろ、あれは。だよね。なぜだろう。でもさ、ビーフンは？米か。だったら冷麺も？あれ、トウモロコシね。でしょ？どうして私はここにいるんだろう。横隔膜？そう、横隔膜なんだってさ。ハラミが？時間です。じゃあまあ、行きますか。私がこんなところにいることになるなんて、あの頃の私は思ってもいなかった。あの頃の私は。はい、イベント事業部です。今夜空いてます？高校の予定があるんですけど。申し訳ありませんが、今日はちょっと失礼します。どうしてダメなんですか？どうしても。吉村さん、キャンペーンの資料できてる？はい、これです。会議室は？押さえてあります。スライド使いたいんだけど。それも準備できてます。いつも助かるわ。ありがとう。立花さん、色っぽの方なんですか？あ、いいんじゃない。かっこいいよね。ああ、立花陽子。それよりランチ行きましょう。ねえ、今度これ行きません？何よそれ。 K-1 のチケット、営業の井上さんがくれたんです。 K-1 って格闘技の？うん、そう。パス。絶対嫌。そういう野蛮なの嫌いなの私。面白いのに。よし、わかりました。今夜7時にソーホースで。 OK。 それじゃ。どうも。そういうことですか。それで今晩ダメなんだ。そういうわけじゃないけど。ランチ香織さんのおごりですよ。なんでよ。ごちそうさま。ちょっと待ってよ。電話どうなってるんだ。失礼いたします。何名ですか？130名だ。対象はまず契約社員全員。しかしそれは。これが対象者リストだ。それはつまりクビってことですか？君たちには大変申し訳ないんだが、会議の結果そういうことになってね。はあ。会社もそれだけは回避したいと思って頑張ってきたんだが、本当に申し訳ない。いえ。で、今後のことなんだがね、森田君。ん？どうした？どうした？いえ。こちらの都合で辞めてもらうんだから、契約書にのっとって今月の残り5日分と残り3ヶ月分の給料の 70% は支払わせてもらうよ。少ないけど。噂は聞いてたけど、まさかこんなに早くにこういうことになるとはね。ま、気持ちはわかるけどさ、
元気出せよな。ほら仕事はまた探せばいいし、それに君だってそれほど執着してたわけじゃないんだろ、これまでの仕事にさ。なんて言われてもショックはショックだよな。そうじゃないの。え？名前なの。名前？森田って呼ばれたの。森田？人事部長が間違えたのよ、私の名前。あの会社に8年もいて、なのに名前も覚えてもらえてなかったのよ。なんだそんなことか。会社なんてそんなもんだよ。僕たち一人一人が誰であるかなんて、そんなことはどうでもいいことなんだ。まあ、要するに取り替えの効く歯車ってこと。それってなんか寂しくない？それが会社に勤めるってことだよ。でも私はそこにいる人たちがみんな私のこと知っててくれて、君じゃなきゃ絶対ダメだって言ってくれるような、そういう場所を見つけたいな。仕事ってこと？もうそうだけど。じゃあ何？例えば、なんて言えばいいんだろう。そう、いるべき場所。いるべき場所？そう、私がいるべき場所よ。君の気持ちはわかるけどさ、でも名前を間違えられただけだろ。それでそこまで飛躍するのはどうかな。それはそうだけど。お待たせしました。それより明日からのことはどうするの？とりあえず次の仕事探すわよ。だったら全てはそれからだ。とにかく今日は楽しく食べて飲もうね。うん、ありませんね。現時点であなたに会う仕事はありません。そんな、なんか一つぐらい。ないというのは一つもないということです。そんなバカな。今がどういう時期だかまだよく分かってらっしゃらないようですね。皆さん2ヶ月も3ヶ月も通って仕事の見つからない方ばっかりなんですよ。中には半年以上通っても仕事の見つからない方もいます。いろんな資格を持ってらっしゃる方がですよ。しかし。そういうことです。出直してください。いや、あの、次の方。はい。いいこと。よろしくお願いします。希望はすごくやりがいがあって、例えば君じゃなきゃダメだって言ってもらえるような。資格は？は？資格、普通免許とワープロ2級、それと簿記も持ってます。特技は？特技と言われても、あ、すごく丈夫です。小学校2年の時に風邪をひいたのが最後で、病気もしたことないし学校も休んだことありません。なんて、そんなのって特技とは言いませんよね。ありませんか？一つだけあるんですか？パラダイスジム。ジムってフィットネスクラブですね。インストラクターかなんかですか？経理ジム。経理ジム。どうしますか？今がどういう時かお分かりですか？ありません。次の方どうぞ。そこ行きます。決定でお願いします。そうですか。じゃあ明日から早速行ってください。詳細はここに書いてあります。はい、次の人。パラダイスジム。あれ、パラダイスジム。ここ？
多いんだよな、そういうの。来たはいいけど、ギリギリになって気が変わるやつ。そういうわけじゃない。はい、えい。あ、ちょっと何するんですか。見かけによらず、踏んだったら、1週間で5キロぐらいはいけんじゃないか。は、ああ会長、ダイエットボクシング希望者っすよ。違います。はいはいはい。あれ、あなた、もしかして吉村さん。吉村さんでね、まあ、待ってました。あの、私心ジムの会長の天野です。よろしく。さあさあさあ、はいはいさあ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 。いや、助かったよ。経理のおばちゃんが辞めて困ったのよ。さあさあどうぞ。俺ね、経理とかそういうの苦手だから、2桁の数字が並ぶとめまい起こしちゃってさ。これが帳簿でしょ。どういうことですか。パラダイスジムってボクシングジムじゃないですか。だから辞めさせてもらいたいんです。今日初日ですよね。ちょっと身勝手なんじゃないですか。そちらがおっしゃったんでしょ、フィットネスジムだって。言ってません。あなたが勝手に勘違いしたんでしょ。そんな。わかりました。じゃあ1週間勤めてください。1週間行きまして辞めましてで紹介したこちらの信用問題に関わるんですよ。いいですね。あの、1週間したらこちらへ来てください。それじゃ次の人。もしもし、もしもし。1週間。はい、申し訳ないんですけど。しかしそりゃまた、いろいろと事情がありまして。でもね、近いんだよ決算が。伝票もたまってるし。1週間でなんとかやりますから。あ、そう。じゃあね、これ帳簿できるかな。大丈夫です。あ、そう。じゃあね、あ、こっちが伝票。これ半年分あるかな。大丈夫です。入会金が15,000円だから、あの、あれ何なんですか、動いたり止まったり。ああ、あれね、3分やっては休んでまた3分、その繰り返し。つまり試合時間が3分でしょ。だからそれに合わせて体を慣らしてるわけ。へえ、そういうこと。あとこの空白は何なんでしょう。ああ、それね、練習生の月謝払ってないのよ。月謝。うちみたいなジムはさ、基本的に練習生の月謝で成り立ってるわけ。へえ、そうなんですか。こんな同じこと繰り返したって意味ねえよ。俺はあんたのロボットじゃないんだよ。あれよ、待って、やめろ。あの人も練習生ですか。ああ、沢田ね、あれはプロ。プロ？プロと言ってもね、この間プロテストに合格したばかりの成り立てのほやほや。あ、見て見て。ね、1週間後にデビュー戦があるんだ。沢田亮平。ちっちゃいでしょ。全座全座。うちね、もう一人プロがいるんだよ。金城雄二。これうちの本命。あ、戻ってきた。あの白いジャンパーがね、元木くん、うちのトレーナー。あ、元木くん、あの、こちらね、吉村何で、カオルです。あ、カオルちゃん。どう？おお、取材来たか。いや、企画がさ、明日の日本チャンプの素顔に迫るってやつだ。会長、金城は試合を3週間後に控えてるんですよ。気持ちを生み出すようなことはやめてください。いや、しかしね、金城は世界を狙える男ですよ。やつを欲しいっていうところはどこにでもあります。会長のお考え次第では。悪かった、これから気をつける。よろしくお願いします。はい、怒られちゃった。2秒縮めてください。なんで避けるんだよ、ボディばっかりやらせやってよ。お前が言われた通りやらないからだろ。あんたのゆっくりトレーニングしたって何もならないんだよ。なんだよ、なんだよ、お前は。ちゃんとやれよ。やだな。しなきゃならないのよ。
お掃除ですか。ねえ、ご苦労さんだね。いや、さっき悪かったね。てっきりダイエットボクシングだと思ったからさ。私そんなに太ってるほうじゃ。ああちょっとやめてください。え、なんで。服着たままシャワー浴びるってか。失礼します。おい。え、あお前も挨拶しとけ。お疲れ様でした。うん。あと6日。会長、今日限り辞めさせていただきますよ。そんなわがままなやつは組めませんよ。おー、よせよ。もう上等じゃねえの、辞めてもらおうじゃねえの。まだいいんだよ、そんなのがトレーナーじゃ勝てる試合も勝てねえや。勝つつもりかよ。なんだと。あんたなんてな、プロテストに受かったこと自体がおかしいんだよ。なんだと、この野郎。早くこの野郎、早くこの野郎。やめろ、やめろ、やめろ。とにかくそういうことなんで、会長にはいろいろお世話になりましたけど、今日限りやめさせていただきます。おい待てよ。おいおい、どうすんだ。いいよ一人で。そういうわけにはいかないだろ。あ、もとくん、すまないけどさ、ちょっと沢田についてやってもらえないかな。お断りします。金城だけで手一杯ですし、それに無駄なことはしたくないんでね。どういう意味だよ。知ってますか、会長があんたのデビュー戦の相手を探すのにどれだけ苦労したか。要するに若いやつの練習相手にもならないってことなんですよ、あんたみたいなロートルボクサーはね。ん、おいや、言いたいこと言ってくれんね。困ったなあ、誰か沢田のトレーナーできるやついないのかな。さあ仕事仕事。あ、俺しかいないわな。何その言い方。はい、いいから、さあさあ練習だ。5日後に試合だぞ。ジムです。会長、はい、お電話です。あ、そう、ちょっと貸して。ちょっと待ってください。ぼやっとしないで早く落とせよ。そんな余計なことできません。いいから早くやれよ。いいんですか。おう、この世にあんな汚くて野蛮なところがあるなんてもう信じられないって感じ。しかも一人とんでもないのがいるのよ。もう野獣みたいな男。野獣というより猛獣ね。でもあと3日なんだろ。でどうするのその後は。また仕事探しだわ。でもあるかしら。紹介しようか、就職先。え、まあ少なくとも絶対にリストラされることはないよ。終身雇用だからね。終身雇用。うん、まあ別の名を永久就職とも言う。永久就職、そんなとこって。結婚しないか。
どうだい？結婚？いや、ただあんまり急すぎて。もしかして引っかかってるの？こないだ言ってたこと、いるべき場所だっけ？引っかかってるというか、僕との結婚がそうだとは思えない。とにかく考えてみて、いい返事を待ってるよ。あれ、どうしたの？悩み事？いえ。おう、誰かスパーリングの相手してくんねえか。勘弁してくださいよ。今日この後デートなんですよ。顔潰れたら困りますから。いや、マスボクシングだよ。パンチのタイミング合わせるだけ。振りだけ、振りだけ。そんなこと言ったって沢田さんいつも本気になるじゃないですか。そうだよな。そうですよ。合わせるだけだってば。ヘッドギアもいらないし、誰でもいいよ。リング上がってくれよ。よいしょっと。よしよし、最初はグー、じゃんけんぽん。よし、行くぞ。お願いします。よし、はい。すいません。当てちゃダメだろ。はい。振りだけ。はい。振りだけ。え、よし。あ、また。すいません。うん。まあいい、いいや、いいや、いいから。振りだけな。はい。よし、行こい。お願いします。はい。五大物産。沢田さん、五大物産にいたんですか？そうそう、エリートだったんだ、あいつ。信じられない。それだけじゃないよ、大学なんか、ほら、城南大学。城南大…信じられない。インテリなんだ、あいつ、ああ見えて。でも、どうして辞めたんでしょう、あんないい会社。なんか考えるとこがあったんじゃないの、奴は奴なりに。そうですか。あったましたに。クビになったんじゃないですか。そうかもね。昼行ってきます。お待たせしました。オムライスのカニクリームコロッケ添えと卵サラダ、デザートにチーズケーキをお持ちしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。あ、いらっしゃい。あ、いつものやつね。今日はどっちですか？食えない方。はい。よ。どうも。はあ、悩んでる割によく食うね。え、悩んでんだろ。おっさんがなんか言ってたぜ。別に。はい、食えない方。それだけですか？意外と小食なんですね。あ？で、何悩んでんだよ。いいです、別に。今日は何を食べようかしら。お昼はオムライスだったから、夜はカレーライス、それともラーメンライス。色気より食い気って感じだもんな。失礼な、色気の方です。行ってみろよ、相談乗るからさ。いいです。いいから行ってみろよ。こんな俺でもなんか助言できるかもしんねえだろ。プロポーズをされて、その返事をね。何ですか？いや、それ迷うことねえよ。断った方がいいよ。断るべきだな。どうして？だってその男、お前と結婚したいって言ってんだろ。そうだけど。ろくな男じゃねえや。あの、いいか、
俺は小食なんかじゃねえんだよ。減量中で食えねえんだよ。そういう人間の前でな、オムライスのカニピラフだの卵サラダのチーズケーキなのガバガバガバ食ってんじゃねえよ。松田、お前に金払っとけ。なさいね、こんなことで呼び出したりしちゃって。いえ、これです。ああ、これこれ、ありがとう、助かったわ。立花さん、ちょっといいですか。いるべき場所か。それで結婚に迷ってるんだ。迷ってるというか、あなたの言いたいことはわかるけど、どうなのかしら。その人じゃなければできない何かなんて、そんなのあるのかしら。でも立花さんはそうなんじゃないですか。うん、立花さんはこの会社で立花さんにしかできないことをやってらっしゃると思うんですけど。いいこと教えてあげましょうか。私ね、実は子供の頃からピアニストになりたかったの。笑っちゃうでしょ。そうなんですか。うん、そんなものよ。みんなある程度妥協して生きてるんだってこと。彼のこと好きなの？ええ。結婚してもいいって思うくらいに？それは、はい。だったら迷うことないじゃない。大切なことは今いる場所をそういう場所にする努力なんじゃないかしら。どうしたの、こんな時間に。こないだの返事をしようと思って。なんか怖いな。それで結婚します。そう、いつつかものですが。そうか、嬉しい。とにかく乾杯だ。あ、すいません、シャンパンください。かしこまりました。いい夫婦になろうね。何食べようか。これこの前トマトとモッツァレラ。こんな相談されちゃった。へえ、奇遇だな。俺もだよ。うちのジムの経理の子なんだけどさ。あなたにそんなことを相談するなんて相当変わった子ね。変わった子なんだよ、これが。で、なんて答えたの？ぜひ結婚しろって言ってやったよ。へえ、人にはそういうこと言うんだ。え？うん。お待たせしました、ラメでございます。こちらがグリーンサラダでございます。しかし減量中に呼び出すかね、こういう店に。ほら、ここのお野菜すごく美味しいわよ。素材がいいから。素材がいいからって。あ、いいわ素材が。試合あさってだっけ。お、見に来いって言わないの？どうせ来ないだろう。大学の時から絶対来なかったもんな、俺の試合。大人になったわよ、私も。じゃあ、来いよ。行かない。ねえ、正直に言うのよ。なんだよ。
戻りたいんじゃないの？前の生活に。バリバリ仕事やってた頃のあなたに。全然。あさっての試合に負けたら？嫌なこと言うね。勝つに決まってんだろ。負けたら戻ってもいいんじゃないの？前のあなたに。勝つって言ってるだろ。悪いけど帰るわ。え？ちょっと今日は食い過ぎたし走り込んどくわ。試合前だしな。そう。じゃ。私が結婚か。おお、ずいぶん進んだね。え、まあ。本当に明日で辞めちゃうのか。もう少しいてくれると助かるんだけどな。申し訳ありませんけど。そうか。今日沢田さんの姿が見えませんけど。うん、追い返したんだよ。明日試合だろ。それまで体休めるの一番だからさ。そうなんですか。え、ご両親に？どうしてもすぐに会わせろって聞かないんだよ。どうかな。いいけど、でもなんだか緊張するな。明日仕事が終わる頃迎えに行くよ。明日で辞めんだってな、ここ。はい。短い間でしたけど、お世話になりました。楽しかったです。じゃあ失礼します。明日の試合だけどさ。はい。勝てると思うか？さあ、鍵取りに来たんです。忘れちゃって。みんな負けると思ってんだよな。元木だけじゃねえよ。おっさんもそうだよ。そうでしょうか。私電車の時間があるんでこれで失礼します。でもな、俺は負けるわけにはいかねえんだよ。そうですよね。会社まで辞められたんですもんね。会社か。前にこういうことがあったんだよ。すいません、失礼します。結構でかい仕事任されててさ、もう一歩で契約にこぎつけそうになってたって時にさ、それまでの無理がたたってぶっ倒れちゃってさ、相手の担当者も君じゃなきゃって言ってくれてたからさ、寝てても気が気じゃなくてさ、這うようにして会社行ったのよ。そしたらなんと契約まとまってたのよ、俺がいなくても。まあそういう話。要するに俺は取り替えの利く人間だったってことだよな。当たり前のことなんだけどさ。でもその時思ったんだよ。どうしても見つけたい、俺でなくてはならない場所を。つまり俺のいるべき場所ってのかな。今なんて言ったの？そう思ったらもう一度ボクシングがやりたくなってさ、会社辞めてプロテスト受けちゃって。それで？え？
ボクシングがそうだったんですか？いるべき場所だったんですか？それが分かるのが明日だよ。明日の試合で相手を倒した時に分かんじゃねえかな。だからこそ俺は負けるわけにいかねえんだよ。それって幻想だと思います。幻想？いるべき場所なんてそんなのないんだと思います。かもな。悪かったな。気をつけて帰るよ。はい、試合頑張ってください。おう。それじゃあこれまでの分お疲れ様。すみません、わがまま言って。またその気になったら戻ってきてよね。ええ、まあ今日は沢田さんは今日もこっちには来ないよ。直接試合会場に行くことになってるからね。何時ですか試合？6時。6時。それじゃあ俺もそろそろ出なきゃならないんで、これでね。見込みは？沢田さん、勝つ見込みあるんですか？勝つどころか、一発のパンチも入れられないだろうな、多分。そうですか。君が来るってんで、お袋なんて朝からもう舞い上がっちゃってさ。どうしたの？それ見た親父までそわ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 しちゃって、なんか家ん中浮き足立っちゃってさ。どうしても見つけたい俺のいるべき場所ってのかな。そうだったんですか？いるべき場所だったんですか？それが分かるのは明日だよ。明日の試合で相手を倒した時に分かるんじゃないかな。赤コーナー側より田所選手、リフリー入場です。
終わったの？仕事。ええ。終わったら、じゃあ行こうか。彼はあっさりダウンし、二度と起き上がることはなかった。彼は負けてしまった。でもその時の私は、それが全ての始まりになることにまだ気づいていなかった。愛されたいと歌ってるんだよ。ガクチャルマイシー気分に聞かすけど、やることやっちゃっていいかな。やめてください。ちょっと待ってください。運命の人ですね。運命？助けてよ、助けなさいよ。ちょっと